皆さんこんにちは、松原仁です。今日はウイグル問題をクリスタル・エズズさんと若干今話をしていきたいと思ってます。ウイグルに関しては、1945年に独立をしたと、独立宣言があったというふうに聞いてます。ここでイギリスを含むいくつかの国が独立を承認しているわけですが、それがですね、1949年中国が、国民党がですね、共産党によって大陸中国から、追い出され、いわゆる共産党がですね、建国をした。その建国に関して建国会議に当時のウイグルの大統領以下、国の重要な幹部17人が招待をされて、その飛行機が墜落をしたと。墜落をした後にこのウイグルの中心的リーダーになった人間が、その中国軍を引き入れたというか、入れることになって、そして人民解放軍が入ってきて、非武装化をしたというか、人民解放軍が東トルキスタン、ウイグルを掌握したと。でそういう歴史的な経過の中で、1955年、中国の新疆ウイグル自治区という、そういった国にですね、なったということでありますが、ちょっと伊豆さんにお伺いしたいんですが、文化大革命での時にですね、このウイグルの歴史書っていうのはもう全部燃やされたっていうのは事実ですか？はい、そうですね。文化大革命の時に、その中国本土でだけではなくて、私たちのウイグルの地域でも大量の知識人、学者などをその田舎に追い出されて、なおかつ本が大量に燃やされるっていう事象が起きたんですね。それはウイグル語で書かれた本が燃やされた。そうなんですよ。ウイグル語で書かれたその昔々 の、 あの文献や歴史の小説本とか証拠になるものは全部燃やされた上に、私たちは自分たちの歴史を一時的にあまり正しく伝わらない状況になってしまったんですね。当時はどんなことが、中国のウイグル、新疆ウイグル自治区をですね、正当化するような理屈が語られていたと思うんですよ。ウイグルの独立に中国が絡んだとか、どんな話を教えられたんですか？そうですね、私たち高校の時には、昔そのウイグル人がやってきた戦い、国民党への戦いなどを全部共産党の戦いの一部分だ、要は中国建国のための戦いの一部分だというふうに歴史的に教えられたんですね。ちょっと待ってください。つまり共産党中国は、当時は国民党が中国の中心ですから、ウイグルの独立戦争はこれはあったと教えられてるわけですね。いや、そうではなかった。どういうふうに教えられたんですか？その年表は合ってるんですけど、その時の戦いは、その中国共産党が新しい中国を作るためにの戦いの延長戦だっていうふうに教えられたんです。でその中国共産党の新しい中国を作るための戦いに、中国共産党に共鳴をしたというか、その共感をしたウイグルの人たちが共に戦ったと、こういう話ですか？そうなんですね、そういうふうに教えられたんですね。ただ日本に来てから、その、例えば1933年とか1944年に独立宣言2回してるんですけれども、その時の戦いは、実は私たちはその中国国民党などを、現地 の、 そのウイグルにいるその中国の勢力と戦って、自分の独立を勝ち取った年だったっていうのを。実際その、おそらくその中国によって違う歴史が襲われたんだと思うんですが、その皆さんの知ってる限りにおいては、その33年、1933年と44年独立2回やってるということですね。その時の独立は誰を相手に独立戦争をもらったんですか？その時はその国民党、中国の、どちらにしても、じゃあ中国の国民党がウイグルを、言ってみればこの支配していて、それからウイグル民族を独立させるということで、国民党と戦って、一定の勝利を収めて独立宣言をしたわけですね。そうなんですね。1933年、はい、で44年ということは、45年というか、それまでの間、もう一回また中国国民党によってウイグルが制圧をされたと、こういうことですか？そうなんです。1回4年間の短命で終わって、そのあとに、それは1933年から1937年までのウイグルの国が、国家として存在したけども、37年からまた中国の国民党によって、この支配されたと、こういうことですね。そうなんですね。先生、そこで少し1個だけ補充したいけど、最初の1933年は1年だけで
1年だけで4年でなくて1年、まあ、34年の頭ぐらいでもう閉鎖した。あ、1年だけで、あの時は国を発表してまだ軍とか全部きちんとできなかったんですよ、うん、1回目は、うんうん、2回目は5年後に、まあ、とりあえず中国、まあつまり44年の2回目は長かったってことですね。この2回目5年間あの、まあ、ウイグルの国家が存続したと。その5年間は大統領は誰だったんですか？アフマンチャン・カッシムっていう。カッシムね、この間も言ってたカッシムね、はい、アフマンチャン・カッシムっていうのは5年間、はい、でまあ、大統領やっていて、でそ の, ああのカッシム の, ウ, ルグあのウイグルの国はイギリスを含めて、さまざま承認したということですね。はい、で問題はそれが、まあ、1949年に飛行機で中国に、まあ、あの行ったと。行って行く時に飛行機が墜落して閣僚等がみんな死んでしまったと。でその後に、今お話があったウイグルの新しい、エスズさんという方ですか？サイプデン・アジズさん。アジズさんという人が、まあ、事実上のリーダーになって大統領ではないけど、で彼が中国の、まあ、一つの地域にするような工作をしたと、こういうことなんですか？そうだと思います。あの一つその時の私たち、うん、さっきもあの教科書の話で言ったんだけど、私たち国にいる時は、うん、あれは独立運動じゃなくて三級、まあ、区、例えば渋谷区とかなんかの三級書き目と名義で私たちの教科書で教えたんですよ。何か三級、三級、例えば三と一、二、三の三と九、渋谷区の区、書き目、あ、三九革命ねと名前でウイグル人、三九革命ね、三九、アルタイ地区とグルチャ地区とイリ地区、まあ、その革命を起こした区をその三九に分割して三九革命という名前を変えちゃったんです。変えられて教えられた。つまり独立戦争ではなくて、はい、三九革命だということで中国は教えたんです。中国の共産党の革命の一部分だというふうに教えられたんです。私つまり中国の共産党と一緒になって国民党に対して戦ったっていう話だ。そうしてて私たちがまあ日本とかに出てきたら、日本でいる歴史とか日本のいろいろものを見て、まあ騙されたなと。そのウイグルに住んでるその知事も含めて今いる人は中国の教科書によってそのように教わってるから、まあ、あの実際と違うことを認識している可能性が高いってことですね。そうなんですね。特に若い世代がそういうふうに認識しているんですね。もし当時 の, その革命に関わった人たちの子孫とかはなんとなく、あ、私たち以前は独立したことがあるっていうのは分かるんですけど、誰も言えない、言ったら罰せられるから怖くて誰も言えないんですね。ただ学校でも先生は、うん、違うだけど言いながらと思いながら私たちにそういうあの間違った歴史を教えてきた。特に今の若い世代はもう私たちはその中国の一部分だっていう認識は強く教えられてるので、そこも一番怖いところではありますね。それからもう一つ、今中国がずっとテレビとかなんかで宣伝してるテロリストとか、これは独立派とか言いますけど、実際あっちの人たちは人権だけ歌ってきてて、それを中国外国とかなんかに宣伝するために彼たちは独立したいとかテロリストしたいとか、そういう名義でずっと報道してくれる。なるほどね。で、まあ、文化大革命の時にかなりそういった歴史的なものを証明するものは全部こう根絶やしにしてなくしてしまったということですね。そうなんですね。うん、とそうするとあのその上で、まあ、今はあそのほとんど事実を知らない人たちが育ってきていて、そしてその事実とは異なる歴史の中で、このだから独立をしたなんてことはおそらくそのエズズさんもここに来て日本に来てから知ったぐらいですから、ほとんどウイグルの人は独立したこと自体を知らない人も多いってことですね。今減ってきてる。減ってきてる。そうです。例えば私たちの例えばお父さんたちがその戦争に参加した、うん、例えば私の自分のお父さんがね、うん、その戦争に参加してうちでは、まあ、私たちはあの時自分の国できたのとか話をしたけど、うんうん、例えば具体的にあの歴史の本とかで私たち日本に来てみた、うん、けどそのおじいさんたちがいる間は、うん、みんなできるだけ子供たちには教えてる。あ、それを教えてる。教えてる。その教える人がいなくなってしまうと、そう、今の違う、つまり
独立があったという歴史は消えてしまうということですね。それともう一つ、ここにもう一つ追加したいのは、うん、この文化大革命みたいなものが、うん、文化大学ね、それから同じものが最近もう一回行って、うん、あのウイグルの文字で書いてる本とかも全部燃やしてるんですよ。今ウイグル語が禁止されて、ウイグルの本とか全部。そしてこの間私日本に来てる一人の話聞いた時に、うん、彼たちはあのうちの中に飾ってるウイグル語とかなんか文字の本あれば、それは利用して強制収容所に入れると話聞いた時点で、みんなどうすればいいと思って川に本を鳴らした。一時あの川の面が全部本になっていると、そういう写真を言いますと、うん、つまりそのウイグル語を喋ったり、うん、ウイグルの本を持ってたりすることは、これはあの強制収容所に入り、よくになってしまうってことですか。理由になってますよ、うん、ともうウイグル文化とウイグル語、ウイグル文化、ウイグル語、ウイグルのさまざまなものは全部なくしてしまうってことを言われてます。文化大革命に一回その大きいのをやって、一回終わったんですね、うん、その後でまだもうちょっと知識を持ってる人たち、うん、もう一回ウイグル語でいろいろ書くようになったけど、うん、まあ表面的に書かないけど、もうちょっと裏で書くとか、書いてまだ本出す、具体的な独立してるとか話は直接書かなくても歴史に合わせて何か書いてくれる、そういう本も今全部鳴らしてる。あの今あれですよね、あのローズさんその帽子かぶってますが、そういう帽子は OK なんですね。ダメです。帽子は多分なんで、今例えばテレビに出てる入り口の中で帽子かぶってる人はいるけども、実際のはいないと。まあ、帽子をかぶってることもそのうち批判される可能性が、取り締まりの対象だし、こういうスカーフ巻いた時点でももうあの収容所行きになってしまうので、外見で点数つけられてるんですね。ひげ生やしたスカーフ巻いた、あの長いドレスとか着て、あまり露出、肌を露出させないで、まあ、イスラム教の教えですね、それはね。そうなんですね、そういうあの外見でもそういうふうに点数つけられて、それで強制収容所行きにしているので、今現地ではもうあのドッパ自体もドッパって言うの、それそれはドッパと言います。ドッパ自体が何、現地ではかなりダメなんですよ。ダメダメ。もう一つ、男としてひげ伸ばすはまた素敵とかなんか話あるけども、うん、それが問題なんですよ。ひげ伸ばすのもダメ。ひげでその問題でもう強制症状に入れてる人もたくさんいます。ヒゲを生やしてながら強制収容所、それってさっきあの彼女が言ってるは、うん、あの例えば女性の方もちょっと長いの、うんうん、あのスカットとかハイドとか、あれはイスラム教じゃなくて、例えば日本でもあの自分の上にそういう掛けてもそれも全部着ちゃいます、うん、あ、じゃあ服装からして、そういう写真もたくさんいます。私たちもと中国人の中華民族の服装してる分にはいいよと。まあ、中国人自体、彼たちも自分もそうやって着るけど、彼たちも何もしないで、ウイグル人がその長いの服、あ、何、中国人は長い服着てても大丈夫だけど、ウイグル人だけは取り締まられると。そうなんです。中国人にひげ生やして問題なんだけど、ウイグル人にひげ生やしたら収容所行きになってしまう。強制収容所に。そうなんです。それでここに48の条件の中に入ってます。48の条件ってどんな条件なんですか。強制収容所行き、こういう、うん、やった場合、これやった場合、これやった場合という48項目以上のその選定基準があって、それ内部文書で流出されたんですね、はい、その中にそういうふうにスカーフ巻いた、ひげの生やした、家の中にそのウイグルの本とか置いてた、ウイグル語で喋ったとか、ウイグルの番組ばっかり見たとか、 YouTube でウイグル語を持つスラム圏のそういう教えとかを聞いてたとか、ウイグルの音楽ばっかり聞いてたとか、あんまり中国語の社会に入れたくないっていう思想を持っていたとか、そういうすごい細かい、もう普通の人間が当たり前にやってる人やってることが、そういうふうにあの収容所行きのリストにされてるんですね、うん、そう48項目ってのはあるわけですね。ありますね。それは内部文書が流出をしたりですね。そうなんですよね、うん、あともう一点あの追加したいのは、その私たちがその歴史的にあんまりその歴史、自分たちの歴史を知らないきっかけを作ったのはもちろん中国、意図的に私たちの歴史を自分たちの歴史と
あの紐付けて私たちに間違った教えしてきたんですね。あともう一個やったのは文化大革命の間に文字改革やったんですよ、うん、私たちはウイグル語でアラビア語に似てる改訳されたアラビア語文字に似てるウイグル語を使ってるんですね。それはそのオスマン帝国時代の共通で使われた文字だったんですけども、途中で急にあのアルファベットのウイグル語をやりますって言って、私のお母さんはその小学校でずっとアルファベット の文字習ったから、古い文献の文章を読めないんですよ、うん、あの昔のウイグル語を書けないんですね、うん、その7年ぐらいそれやってまた古いウイグル語の文字に戻しちゃったんですよ。だから私はその古いアルファベットの文字を読めるけど、逆にお母さんが書いたそのあのアルファベットのウイグル語はあまり読めない。つまりその文字を一定期間使ったら違うものにしてまた違うものに戻す昔の戻す昔に戻す、そう意図的にやってるわけです。そうです、新しいに入れるまた昔に戻して、その間にその情報伝達っていうの重要じゃないですか、うんうん、その文献読めないっていうのであれば次々に伝わっていかないっていう一時空白の時間を作っちゃったんですね。本燃やされた、知識人殺された、うん、文字改革であの情報伝達の空白の時間を作られてしまった。そのためにあの正しい歴史の本とかは逆に海外に持って逃げられた流された情報をもとにすることが多いんですね、うん、つまり今話して、つまり大統領がいて独立したなんて事実はもうどんどん消されていってしまうわけだ。もうその自治区の中ではウイグル地区の中ではもう消されている状態なんですね。海外にいるウイグル人は知ってる、昔の大統領会ったことやその中国がそういうあの墜落事件に見せかけて拉致したことなどはその海外にいる学者たちから暴露されてるんですね。なるほどね。文字の話で言ったんですけども、私2年までもともとのアルファベットのウイグル語を勉強して3年目から今のウイグル語、昔のウイグル語を学んでる。つまり新しいウイグル語から昔のウイグル語に戻るときにちょうど、そう私はちょうどそのね、じゃあ両方一応できる、まあ、私は、ね、両方できるけど、私の今例えば私より3歳4歳下の子がもともとアルファベット私たちできるあのできてる読める本を読めないです。空白、さっき彼女言ったようにその空白作っちゃって、その間に作られたアルファベット文字の文献は私たちは読めない。なるほどね。まあ、今日 のこの回の YouTube では文化のまさに断絶をですね意図的に行われてきたと。情報の伝達がですね意図的に阻害されてきて、で歴史をその後付けの歴史が歴史になってしまって、本当の歴史というものがどんどんと消されていってしまっていると。大変にですね、ウイグル人としては辛いですね、先祖からの一つの脈々としたこの伝統というものをここまで壊されていいんだろうかという怒りがですね、二人の方から非常に強く出されたということになります。次回はこうしたことを含めてさらにですね、ウイグルの現在抱えている問題を議論していきたいと思います。